道路脇のこの黄色い花は何だろうな。すごい綺麗ですね。何だろう。はい、2023年5月30日になりますね、火曜日。今日はお休みでですね、まあ日頃のね、こう疲れが蓄積しまして、午前中はねぐったりと家で休んでたのですが、まあちょっとあんまり天気も良くないからね、ちょっとお出かけするのはどうかなと思ったんですが、現在ですね、新潟県長岡市にねやってまいりました。まあ久々にですね、またまたかって思うまたかって思うかもしれないですけど、一応ですね、このチャンネルはですね、僕のブログ的なね、まあ SNS 的チャンネルなんでね、日々のですね、まあ日記のような感じでね、投稿させていただいております。交流神社にねこれから行こうと思うんですが、まあ今までも何度もね行ってるんですが、まあ僕のね友達に言わせると、あそこは何度でも行った方がいいとね言われているんでですね、はい、今日もですね行ってみたいと思います。まあ季節によってね、いろいろこう見え方が違ったりするんでね、そういったなんか楽しみも含めてですね、まあ行ってみたいと思っております。こうやってねこの道路脇の花なんかもね、まあこの季節によってね、前は咲いてなかったじゃないですか。そういったね楽しみもあってですね、向かっております。現在国道8号線ですね。国道8号線からはですね、まあ非常に分かりやすいですね、このラーメンショップ、そば、うどん、定食ってね書いた看板のところ、ここなかなかね美味しいですよね、ラーメンね。今日はでもね、まあ今お昼時なんですけど、ご飯食べてないんでね、まあ、よもぎ平温泉、交流神社周辺、もしくは、まあ、参拝をね先に、済ませてですね、それから、まあ、食べようと思ってるんですけれども、まあ、食べる動画はまた別動画でね、まあ、撮れればお店が撮れればね、撮っていきたいなと思ってるんですが、この動画はとりあえず、ですね、交流神社参拝ということでですね、行ってみたいと思います。結構ね道は狭いですね。横にはね川が流れてます。結構まあちょろちょろではあるね。川自体は結構大きいんだけど、水自体はそんなに流れてないかなってとこですね。看板出てきました、交流神社よもぎ平って書いてありますね。ここはね右にねこう曲がる感じなんですよね、道なりがね。道はあるんだけど、まあちょっと行けない感じかなってとこですね。まあ道なりに走ってると右に曲がる感じですね。さらにね山道をね登っていきますよ。前回この辺にねまだ雪が残ってたんですけれども、さすがに残ってない。でもあれ雪かもしんないね。右の山の白いのちょっと雪が残ってるね、やっぱり。ちょっとねまあ木とかでかぶくれちゃったけど、雪が残ってるね。うわすごい、びっくりした。まだね雪がありましたね。ちょっといまいち映せなかったけど、まだあるんだね、びっくり。ね、2つ抜けた先を左に曲がります。ここね越後牛の角突き街道ってね呼ばれてるみたいですね。このまっすぐ行くとね山越村に抜ける道なんで、山越村はですね東急が盛んらしいんですよね、今でもやってるみたいなんでね、そちらの多分由来で牛の角突き街道という名が付けられたのかもしれませんね。そしてこのねまっすぐ行くと山越村に行くんですが、僕は今日とりあえず交流神社に行きますんでね、よもぎ平温泉交流神社を目指します。こちら左に曲がりますね。はい、交流神社のね鳥居が出てきます。結構でかい鳥居ですね、車でくぐる鳥居ですね。そしてよもぎ平大橋ですね、朱塗りのね赤い雰囲気のある橋を渡りますよ。そしてこの辺から始まるのがね、よもぎ平温泉の温泉街になりますね。まあ何軒か大きな旅館がね、ありますね。よもやま館だとかね、ちょっと先に行くとね、なんだっけ、福引き屋さんだとかね、泉屋さんとかもね、みんな交流神社のね、交流神社じゃない、なんだっけ、よもぎ平温泉のね、界隈になりますね。ちょっと離れてるけど。カーブを曲がって見えてくるのがね、泉屋さんっていうものすごいでかい旅館ですね。ここなんか日帰りのねお風呂とかもやってるみたいなんで、1100円でちょっとどっかめみたいなんですけど、なんかちょっと入ってみたいなという思いはすごくあるんですよね。
時間ある時にね、まあ、今日はとりあえずですね、まあ参拝交流神社を目指します。そしてこのね2年前ぐらいに入ったことのある角八食堂、非常に美味しいラーメンをね食べることができました。ここで食べたい気持ちもあるんですけど、今日はね、参拝を終えたら山越村の方に行ってみようかなと思ってるんで、あ、今日本日休業って書いてあったら今日はやってないですね。そしてあの向かいに見えてるのが福引き屋さんですね。トンネルをくぐるとね交流神社のね駐車場になります。到着になりますね。あ、今日は恵比寿屋さんやってないですね。おー、やってないんだ。でもお蕎麦屋さんをやってるみたいかな。いつもねここの駐車場に停めさせてもらって、ここであの参拝セットっていうのを買うんですけど、今日はこれやってないんでね、別のとこで参拝セット買います。到着です。はい、いいとこでしょ、なかなか。このなんかね、大自然に囲まれた山あいに来た感じですね。マスクいらねえような気もするんですけど、一応お店に入ってですね参拝セット買うんで、はい、一応マスクしてきます。あ、でもこのね恵比寿屋さんやってないのは初めてだね。お蕎麦屋さんもやってなかった。こう思いっきりこのねあの旗が立ってるんだけどやってないっていうね、これなかなか不思議な感じですよね。やってないんだよこれで、ほらめっちゃほらね、わかります、めっちゃそばうどんとか書いてあるのにやってないってびっくりですね。はい、なのでですね今日はこの参拝通路のところのですねこちらのお店で参拝セット買ってきます。550円、多分変わってないと思うんでね行ってみたいと思います。参拝道通路、このお店の中をね通っていいみたいなんですよね。お気軽に藤屋売店こちらで買ってきましょう。お邪魔いたします。はい、参拝セットを買いました。お酒とろうそくとねあの卵が入ってます。蛇の神様なんで蛇は卵が大好きという話なのでね、すごくなんかいろんなものが売ってて、ほらこんな感じ、こんなです、こんな。おー、何これ、あ、ふきとわらび、あく抜きわらび、もう食べれるやつかもしれないね。まあ早速ですね、はい、行ってみましょう。あ、まあ参道はもしかしたらこっちなのかもしれないね。参道はね、帰りはこっちから歩いていこうかなと思いますけどね。はい、なんとエレベーター完備です。ものすごい急な階段をですね、登っていきます。これ今日はすごく空いてますね。はい、こちらの階段を登ってね行きます。途中の踊り場までは右側通行です。その途中の踊り場からはですね左側通行になぜかなるといった感じ。まずはここのお賽銭箱でね、入れてきます。はい、基本的にはね白っぽいお金を入れるというふうに言われてます。それでは毎度おなじみではありますが、このねめちゃくちゃ急な階段をですね登っていきますよ。すごい相変わらずすごい、まあ、手すりとかがあるからね非常にまあ安心して歩けは、ね、するんだけれども、非常にまあものすごく急です。角度をですねいつもお見せしてるんですけど、まあ水平に対して分かりますか、ね、これが水平だとしてねこんな感じですよ。もうすごいでしょ、すごい、なんかわかるかなこれ。ものすごい急な勾配でですね登っています、ね。まあ、これちょっとねお年寄りとかは若干きついかもしれないんでね、まあ、そのためにねエレベーターを、ね、設置してくれてあるのかもしれませんが、僕はですねまだまだ大丈夫なんで、ね、階段で上がっていこうと思います。なかなかのね急勾配、途中から明るくなりますね。こんな感じですよ、意外と息が切れるっていうね感じでございますね。よし、はい、途中からの景色こんな感じですね。先ほどの恵比寿屋さんね、あとあれは何ていう名前か忘れたけど、3軒ねお土産物屋さんがあります。
途中の踊り場に到着です。ここがねエレベーターホールになってんすよね。こんな感じです。ここからのね景色もなかなか、なんか急にね、まあ、近代的な文明の歴史がありますね。わあ、緑が綺麗、そして下はめっちゃ高くて怖い。わかりますか？うわ、怖い怖い怖い。よし、いい眺めですよね。でもね、若干ね天気はどんよりだけども、まあ来てよかったね。さらに上へ上がってきます。あのこれ冬囲いなんですけど、冬の間はねここにこうベタ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 っとね冬囲いがされてるんで、多分雪とかが入ってきちゃうからだろうね。だからね景色全然見えないんですよ冬の間はね。冬の間は景色が見えない。そして火祭りがあるんだ。6月18日に火祭りがあるんだね。行ってみたいねちょっと火祭りもね。はい、そうしましたらですね、あともう一息ですね。はい、この辺もみんなねちょっと鳥になってるんですよね。そういえばねちょっと分かりにくかったけど、ここでもね鳥の前では一礼していきます。ここからは左側通行になりますね。はい、もうちょっとのね段ですね。このここからはねあのちょっと大変でもね、歩いていくしかないですね。エレベーター先ほどのところまでなんでね。左右には提灯、前回来た時はね提灯あのねこう光ってたんですけどね、今日は光ってないですね。なんか夜なんかもねいつか来てみたいって思ってんですけど、なかなかねちょっと家から遠いものでね、なかなか夜来れないんだけれども、はい、今日は手水が出てるね。今日は手水が出てました。手をね清めてから向かおうと思います。はい、もうちょっとだけのね段がありますよ。はい、こちらが手水、前回は出てなかったんだけど今回は出てますね。結構勢いよく出てるんだよね。それではもう一息ですね。ここも多分左側通行で OK だと思うんだよね。そうそう、この段にはねトイレがね完備されてんですよね。そしてさらに、はい、鳥居をくぐりましょう。鳥の前では一礼します。いい雰囲気ですね、久々に来た感じ。はい、前回来た時はね草とかが全然なかったんですごい怖い感じがしたんだけど、だいぶやっぱり草とか伸びたね。山菜とかも取れそう、わかんないけど、素晴らしい神社でございます。広隆神社到着でございます。それでは買ってきたろうそく、買ってきたろうそくですね。はい、備えていきます。これちょっとね、こうなんていうの、壊した方がいいんだよね。こう出してあげる感じ。どっちからでもいいんだよね、多分ね。それでは、ね、本堂の方に行きましょう。はい、奥の院もねもう行けるみたいですね。冬場はね行けないんですよさすがにね、すっごい奥の方なんでね。
はい、じゃあ早速ねお邪魔していきましょう。はい、中の方はね撮影禁止なんで、撮らなかったんですけど、ありました、あったね、わかりますかこれ。はい、これです。よかった、前よりだいぶ増えてるね名刺が。まあ基本的に名刺を刺していくってことになってるみたいなんですけど、僕はですね自分のピックをここともう一箇所ね刺してあります。もう一個どっかに入れていこうかな。すごいですね。はい、OK です。はい、あれはすぐどっか行っちゃうかな、落っこっちゃったりするかもしれないね、わかんないけど。はい、ここからの眺めもいいですね。あれが上の方の駐車場になりますね。川はかなりの量で水が流れてますね。多分昔これほら毎回映してるんだけど、滑車を使ってねこういうので多分荷物をというかね物を運んでたんだと思う。今多分使ってないような感じもするけどね、わかんないけど。ほら下からまあこれは手動でこうね巻き上げる感じなのかな多分。すごいいい雰囲気です。そしてまあベンチがあるんで、まあ、ゆったりと休めます上で。いやいつまでもいたいぐらいですね。はい、しっかりとまあねお参りしてきたんで、そろそろ郡龍神社を後にします。まあすごくね雰囲気があって素敵な神社です。何回来てもいいなって思えるとこですね。うん、まあ友達にもね何回でも行った方がいいって言われてて、まあ、必ず御利益があると言われてるんで、まあすごくねまあ期待して。ここね頭ね打つんですよ。170センチぐらいのね身長の僕でもねがっつり当たるんで、ここだけ気をつけなきゃですね。はい、でその次のところからはね、ああまあ当たるけど届かなくて、まあだんだん届かなくなってくる。でもちょっと気をつけなきゃいけない部分でございますね。はい、180とかねそれ以上の方だともうこの辺に当たるかもしれない、はい、気をつけてください。はい、はい、そしてここからはね下りもね左右は逆になるんで右側通行になりますよ。ものすごい階段、これはねまあねほんと踏み外してねゴロンと行ったらもう最後まで行っちゃう。多分大怪我じゃ済まない。どうなんだろう、過去にねそういう例があったかどうかはちょっとわからないですけどね。でもこれだけたくさん人が来るね神社なんで、まあもしかしたらねそういったケースが過去にあったかもしれない。前回来た時ねここら辺のね提灯がねあのついてたんで、おーすごい綺麗なんて思ったけど、今回はね残念ながらついてませんでしたけれども、ね、まあどれぐらい暗くなったら勝手につくのかもしれないね。前回来たのも昼間なんだけどついてたからね。うん、まあすごくねあの急なんでね、先ほども言った通りだから非常に気をつけて歩かなきゃいけない感じのですね階段でございますね。こんな感じです、ね、まして帰りはね結構膝がガクガクしてるんでね、はい、気をつけなきゃのとこですね。間もなく到着しますね。いやよかった、すごくとても素敵な神社ですよ。はい、帰りはねこのまあ参道から、これが表参道ですね。うん、来るときはねそこの売店の中から入ってきちゃったんだけど、はい、こちらがね表参道、あそこは三好屋さんですね。うん、なので、まあ、三好屋さんと藤屋売店とあとは恵比寿屋さん、この3軒ですね。恵比寿屋さんやってないのは本当に珍しいというか初めて見たね。サフラン酒とか売ってるみたいよ。サフラン酒草餅とかもね売ってますね。ここも同じようにね参拝セットが550円で売ってますね。
すごいですよね。あんな高いところにあるんだもんね、下から見るとね。すごい、あの階段もめっちゃ急ですね。はい、いかがだったでしょうか。新潟県長岡市よもぎ平にあるですね、交流神社様。はい、何回も動画上げてるんですが、まあ奥の院もね、本当はちょっと行きたいんですけど、あまりにもちょっと道が険しいんでね、まあ年に1回か2回にしてます。はい、今日はですね、ちょっとまあお昼時、今ね1時20分になっちゃったんだけども、これからちょっとね、山越村の方に向かってみようと思うんでね、そちらの方でまあ食べる動画、まだお昼ご飯食べてないんでね、撮れたら撮ろうと思います。はい、このね、交流神社参拝の動画はですね、ここで終わりたいと思います。まあ何回も上げてる動画なんですけど、またね、毎回違った感じのね、ものが映ってるんじゃないですか。ね、花だったり、まあ、草木だったりね、そういった感じのものがあるんでですね、僕はまあ日記のような感じでですね、何回でも同じところを投稿するといった感じで申し訳ありません。はい、というわけで、ぜひチャンネル登録、グッド評価、コメントなどなど入れていただけると非常に嬉しく思います。はい、これからですね、じゃあね、目指せ山越村ということでですね、行ってみたいと思います。はい、これ別動画にしますけどね。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。